もこんにちは、しゅんじです。今日はトミカプレゼンツブラゴー、まだねご紹介してなかったスケール43分の1、全7種類こちらの方を見ていきたいと思います。車両の方7台中ね、6台がもう赤色っていうね1台だけ黄色です。そう、台数多いんでね、サクサクっと見ていきますね。まず1台目 D の 246GT を見ていきますね。はい、箱こんな感じ。結構箱かっこいいんですよね、これね。はい、くるっと回して、ブラゴとは、とね、ちょっと説明書きが書いてますね、これね。はい、くるっと回して、はい、ではね、ちょっと取り出します。どんな感じで入ってるのかな？あ、こんな感じか。はい、こんな感じです。透明のケースとかにはね入ってませんね。で下のこれを、ね、くるっと回して取り外します。あ、簡単に取り外せる。これまた使えますよね。はい、綺麗なね赤色のソリッドになってますね。こんな感じ。クリアの肌もすごいいいですね。ラウンドがなくてねテカテカですね。はい、ヘッドライトクリアレンズになってて作りいいですね。綺麗です。でここねメッキパーツが使われてますね。ダイキャストなんで結構重いですね。はい、横はこんな感じ。ホイールがね、これは、そんなにまあ、かっこよくないけど、まあでもおかしくもないですけどね。はい、ドアミラーがあってね、ぐるっと回して、後ろ、あ、テールは、テカテカだからクリアパーツかなって思ったら、違うんですね。特にペイントとかもされてませんね。マフラーは4本出しになってますね。フェラーリのマークがあって、フェラーリって書いてて、かっこいいですね。はい、上から見るとこんな感じになってますね。ガラスはクリアガラスになってるんでね、中がよく見えるようになってますね。室内はベージュっぽいカラーで、ハンドルだけ黒色になってる。すごい面白いですね。はい、下に置いてサスペンション機能とかはないですね。あと、プルバック式とかでもないんですけど、こう手転がしでね、遊ぶことができるようになってますね。通常トミカナンバー59番 F8 トリブートと大きさを比べると、はい、横に並べるとね、こんな感じで、通常のトミカよりね、サイズかなりね、大きいですね。横から見比べるとね、こんな感じですね。かなり大きいです。次は F12 ベルリネッタを見ていきたいと思います。はい、箱はね、こんな感じ。まあ、同じですからね、これもね。はい、では取り出しますね。はい、こちらも赤色のソリッドになってますね。クリアの肌、こんな感じです。テカテカです。はい、ヘッドライトがクリアレンズになってますね。ヘッドライトの形、かっこいいですね。で前にね、フェラーリのマークがあって、エンブレムがあります。フロントカウルはね、こんな感じ。すごい造形いいですね。ダクトがあって。で、ホイールはさっきとデザインが違いますね。メッキはメッキなんですけどね。で、フェンダーのところに、フェラーリのエンブレムがあって、あとドアミラー。フェンダーとドアクォーターのね、この辺の造形すごいめっちゃいいですね。このプレスのラインとかね、かっこいい。クォーターのところとかの形もすごいいいですね。で、後ろテールね、赤色のクリアレンズになってて、フェラーリのマークがあって、マフラーのとこシルバーにね、ペイントされてますね。4本出しになってます。後ろの感じめっちゃかっこいいですね。で、くるっと回してね、反対側。ガラスはクリアガラスになってて、中よく見えるようになってますね。これはなんかね、黒色ですね。ダッシュもシートも黒色になってます。で、後ろのガラスからは、なんか見えてるんですけど、何が見えてるんだろうちょっとわかんないですね。はい、机の上に置くとね、こんな感じになってますね。これも手転がしでね、遊べるようになってます。はい、次はね、F40 コンペティティオーネ。ちょっと言いにくいな。はい、では取り出します。はい、カラーの方ね、赤色のソリッドになってます。肌はね、こんな感じ。これもテカテカですね。いやー、かっこいいですね。どっしりとした感じがすごい、めっちゃかっこいい。で、ヘッドライトがクリアレンズになってて、大きめのヘッドライトですね。で、フロントカウルね、大きい。で、真ん中あたりね、ダクトがありますね。で、フロントバンパーの作りもいいですね。下の方はちょっと前にね、結構伸びてる感じになってますね。で、ホイールはこれも、さっきまでとは違うデザインになってますね。はい、近くで見るとね、こんな感じ、ドアミラーがあって、ドアクォーターのところのね、造形すごいいいですね。で、後ろ、大きなね、羽があって、テール、赤色のクリアレンズになってますね。前から見た感じもかっこいいですけど、この後ろから見たらどっしりとした感じね。いや、これも渋いですね。また、テールがね、クリアパーツ使われてるのが嬉しいですね。はい、くるっと回して反対側ですね。で、ガラスはクリアガラスになってて、中、ダッシュに、シートは黒色になってますね。後ろのガラスね、ちょっと段々になっててね、下見えにくいんですけど、この下にエンジンが、ありますね。ちゃんとね、作ってあるんですよ。細かい塗装とかはされてはないですね。はい、机の上に置くとこんな感じ。いや、フロントリアもね、すごい造形いいですけど、この横ですよね。横のプレスのラインとか、この辺の作りがね、本当によくできてました。次はね、FXXK を見ていきます。これ前にちょっと高い分ね、ご紹介させていただいたんですけど、それの43分の1スケールの方ですね。はい、ではね、箱から取り出します。出てきました。はい、カラーの方は赤色に、シルバーのね、このカスタムペイントされてて、あとルーフは黒色になってますね。いやー、これ形がすごいめちゃめちゃレーシーでかっこいい。はい、前ね、こんな感じですよ。フロントバンパーと、あとリップのところの作りなんかめっちゃ渋いっすよね。で、フロントカウルこんな感じ。いやー、ダクトのところの作りとか、すごいめっちゃ綺麗ですね。これあと塗装が綺麗。赤色のソリッドかなって思ったら、これねパールが入ってますね。ちょっとキラキラしてますね。でフェラーリのエンブレムがあって、でぐるっと回して、ホイールはメッキですね。で横ね、近くで見るとこんな感じ。フェラーリのエンブレムがあって、あとドアミラーは黒色ですね。 FXXK って書いててね、この辺の作りがすごいですね。で、クォーターのとこボコって膨らんでます。で、後ろですね、ディフューザーすごいな、これ。で、マフラーからこれ、両サイドにあって、あとフェラーリのエンブレムがね、これシルバーでペイントされてますね。で、なんかちっちゃいね、羽があるんですよね、これね。いやー、すごいな、斬新な形してますよね、後ろから見たときね。で、ここにね、フェラーリって書いてます。はい、くるっと回して、反対側ですね。で、ガラスね、ちょっとこの周り黒色になってるから見えにくいんですけど、中ね、黒色の左ハンドルで、サイドのガラスもね、ちっちゃいんですよね、これね。後ろ、これね、エンジン見えてますね。かっこいい。机の上に置くとね、こんな感じですね。いや、形もすごいレーシーなんですけど、この赤色の、カラーにこのシルバーのね、カスタムペイント、ストライプみたいなのが入っててね、すごいかっこいいですね。次は唯一の黄色カラー458スパイダーを見ていきます。カラーは黄色のソリッドですね。クリアの肌も綺麗ですね。で、黄色ってこう色がね、止まりにくいんですけど、このね、溝っぽいところとかね、下の色がね、うっすら出てたりするんですけど、いや、これは出てませんね。かなり綺麗にね、色が染まってますね。前から見ていきます。ヘッドライトね、クリアレンズになってますね。僕ね、このヘッドライトの形好きですね。かっこいい。で、ホイールはね、メッキになってて、これなんかと同じかな。このホイールはさっき出てきましたね。はい、近くで見ると、こんな感じ、フェラーリの、マークがあって、あとね、ドアミラーがついてますね。アウターハンドルがあってね、横の造形もね、すごいいいですね。下の方ね、特にね、これちょっとこう、中に入ってる感じがめっちゃかっこいい。で、ここになんか文字書いてるんですけど、ちょっと読めないですね。小さすぎて。で、くるっと回して、後ろテールね、赤色でね、塗装されてますね。ちょっとね、滲んだ感じになってますね。で、マフラーはセンター出しで、ディフューザーがあります。で、真ん中にね、フェラーリのマークと、あと、ハイマウントがね、ペイントされてますね。フェラーリって書いてます。はい、くるっと回して、オープンカーになってるんでね、中よく見えますね。黒色の、これ今シート動きましたね。これ、取れるのかなこれ。怖い。めっちゃシート動く。で、すごいメーター周りの作りとかもね、結構いいですね。かっこいい。机の上に置くとね、こんな感じですね。赤色もいいですけど、黄色のフェラーリもすごいなんか可愛らしい感じでいいですよね。うん、黒とかもいいですけどね。次はね、488ピスタを見ていきたいと思います。はい、ではね、箱から取り出して、あ、これは底面がちょっと違う。プラスかなプラスだ、これだけ。さっきまでと同じ感じでよかったのに。これだけね、底面プラスのネジで止まってましたね。カラーの方はね、赤色のソリッドにストライプがね、入ってますね。前ヘッドライトね、クリアパーツになってて、フロントカウルすごいですね。このへこみ。いやー、で、ストライプが入っててね、おしゃれな感じになってます。いやー、すごい、めっちゃ形綺麗です、これね。で、フロントバンパーの下の方もね、ストライプ入ってますね。細かいですね。でホイールはメッキになってて、でフェンダーのところにねフェラーリのマークがあって、あとドアミラーですね。サイドのマーカーもね、ペイントされてますね。で、クォーターのところのダクトなんかもねきっちり作られてますね。で、ロッカーのとこね、下の方これ樹脂パーツになってますね。はい、くるっと回して、これはテールがね赤色のクリアパーツになってます。かっこいいですね。で、センター出しマフラーですね、2本あって、でディフューザーがありますね。後ろ回りの作りも本当にかっこいい。形がねとにかく、どれもそうなんだけどかっこいいですね。で羽があって、でここにもねストライプが入ってますね。はい、くるっと回してね反対側で、中左ハンドルの黒色になってます。で屋根にもストライプがあって、後ろの、ガラスのところからねこうエンジンが見えるようになってますね。でここにフェラーリって書いてます。机の上に置くとこんな感じですね。赤色のボディにこうね白と青のストライプがすごい似合ってますね。なんかスポーティーっていうかこうねおしゃれな感じがしますね。かっこいいです。で最後ですね、ラフェラーリを見ていきたいと思います。はい、カラーの方ね赤色のソリッド、これもテカテカですね。めっちゃ光反射してる。でルーフがね、黒色になってますね。前ヘッドライトがクリアレンズになってますね。いやフロント周りの形めっちゃいいですよね。でダクトがあって、フェラーリのマークが、ここ書いてますね。はい、くるっと回して、ホイールはこのデザインは、今回初めてですかね。はい、似たような感じですけどね。で、ドアのとこにフェラーリのね、エンブレムが書いてますね。でドアミラーがあって、横ねすごいこの辺の作りねかっこいいですね。でくるっと回して、テール、赤色のクリアレンズになってて、でマフラーは4本出しです。でここにねフェラーリのマークがあるんですよね。ディフューザーもねかっこいい形してますね。でちょっと羽っぽいのがあって、くるっと回してね反対側ですね。ガラスはクリアガラスになってて、中ね、左ハンドルの黒色です。ちょっとね中見えにくいですけどね。でルーフが、黒色になってて、後ろのこのガラス部分からこのエンジンがね見えるようになってますね。はいでフェラーリって書いてます。はい、机の上に置くとこんな感じですね。ラフェラーリ渋いっすよね。フロントもいいけど、やっぱり僕はね後ろかな。後ろから見た時のこの感じがねすごいかっこいい、スポーティーで、いやーなんかねすごい上品な感じにね仕上がってますよね。はい、今回はトミカプレゼンツブラーゴ43分の1スケール7台ご紹介しました。そう、赤色もう全部同じかなって思ったらね、ちゃんとねそれぞれ違うんですよね。暗い赤だったり、こう明るい赤だったりね。これで1000円ちょっとだったら安いかなっていう気はしましたね。サイズも大きいんでね、こう飾ってもね、迫力ありますし、手に持ちやすい大きさにもなってるんで、ちっちゃい子が遊ぶかなちょっと贅沢ですけど、手転がしでね遊ぶことなんかもできるんでね、これ思ってた以上にね作りが良かったんで結構感動しました。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。あとツイッター、インスタもやってますんで、説明欄の方に書いてるんで、よかったら、登録の方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。